シートが背もたれに。なるほど。はい、下腕くつらぐことができます。ちょっと女性でしたら十分頭の上にもまだスペースがあります。うん、はい、オプションですが、カタリナ27にオプティマスのジョイスティックをこの船は付けました。カタリナ27のエンジンはヤマハの船外機200馬力が2機掛けです。ダイブウェルが付いています。だんだん吸ったみたい。このシートはしまう形。待ってますか？はい、はい、クリスクラスのタミーです。クリスクラスのカタリーナ27をご紹介します。はい、カリナランチと変わりまして、先端コンソール店になります。真ん中にコンソールがあって周りが歩けるタイプで、ファミリーフィッシングに近い形になっています。ご紹介していきます。スペックは、レングスが27フィート 8.08 メートル、ビームは 2.64 メートルです。燃料タンクは583リッターになっています。カタリナもオプションがいろいろありまして、こちらのカタリナ27は、結構オプションたくさんつけたタイプになっています。特徴的なのが、おしゃれなハードトップ、ハードトップもいくつか選べるんですが、それはちょっと一番お高いものをつけました。このステンレスが特徴的なのと、サンシェードが、電動のサンシェードがつきます。後で出しております。はい、カタリーナ27、このサイズのボートは珍しいですけれども、サイドゲートがついています。横から乗り降りできるようになっています。ここを開けると、ちょっとの差ですけれども、桟橋に乗り降りがより安全になります。海で泳いでいる時も、ここから、船に上がってくることができます。ここは結構、人気なオプションです。クリスクラスの特徴ですけれども、皆さんで団らんできるように考えられているレイアウトです。こちらはバウのシートに座って団らんできる形になっています。このチークテーブルは取り外してトイレにしまっていくことができます。それからカタリナの素敵な部分なんですけど、シートが背もたれに、天気のいい日は、なるほど、はい、下腕くつらぐことができます。なるほど、いいです。余裕ある。さらにカリナもランチもシートの下が収納になっていましたが、カタリナも収納になっています。かなり大容量。はい、かなり大容量で、今ここにライフジャケットをしまわれています。反対側も同じように足だけのサイズのスペースがあります。はい、大きいスペースがあります。ここに入りますね。ステンレスの足を外す形になります。真ん中にトイレがあるんですが、結構余裕のある作りで深さがあるので、頭の上に少しだけ余裕が取れます。入ってみると、入ってみましょう。私は身長155センチですけど、女性でしたら十分頭の上にもまだスペースがあります。はい、外国の船にはよくあるそうなんですけども、なんかここにルアーケースが、ぴったりサイズで、ぴったりサイズで3つルアーケースがついている。釣りをする人には便利な、いいですね、小物入れになってます。カタリナ27エンジンはヤマハの船外機200馬力が2機掛けです。合計400馬力、こちらも
ピードパワーは十分です。巡航は3500回転で 28.1 マイルですね、うん、マイルパワー、マックスは6100回転 54.4 マイルパワーかなりスピードが出ます。ちょっと 54.4 まで出したことはないんですけれども、38ノットぐらいまでは海がいい時は簡単に出すことができます。乗り心地も非常に波当たりが柔らかくてスムーズです。バーンと叩くような動きがあまりありません。なるほど。操作先回りです、はい。カタリーナに7もマホガニーのウッドのステアリングです。真ん中にこれ常に上を向くようになっているリスクラス、なるほど、はい、メタルプレートがあります。ちょっとこういうディティールがやっぱりおしゃれで可愛くておしゃれ心を忘れない船ですね、はい。アクセサリースイッチがここにあります。これについてるのは圧進スイッチが先ほど申し上げた、ハードトップに電動のサンシェードがついていて、これが後ろまで広がります。結構長く広範囲に伸びるんですね。はい、後ろまで伸びますので十分日陰が作れます、うん、ライトが上と、ライ後ろの足元、ここが3色あるんですね。青になった、青になった、赤になって、緑もで白ですね。この足元にも光るんですけど、そうですね、こっちの、はい、ここにもありますよ。やっぱり夜ライトつけると、ガラッと光る、ちょっとセクシーな感じ。そうですね、そうです。ここにもあるんですよね。あ、こっちもすごい明るい LED。 スプレッターライトです。夜やっぱり明るいこの LED があると助かります、あとはジョイスティックがつきます。ジョイスティックついてます、ね、はい。オプションですが、カタリナニナにオプティマスのジョイスティックをこの船はつけました。ので、シフトで動かす以外にもジョイスティックを使って動かすことができますが、ちょっとバウが遅れますね。バウのスラスターはついてないのでお尻が先に動くような形なんですけれども、ちょっと練習すると平行移動も使えます。離着岸の時は便利ですね。これイケスですか、ライブウェル。あ、ライブウェル、これもいいです、あ、ロケランもありますね。はい、これはスタンダードで、ライブウェルがついています。これを立てて空気をブクブク、本来生き餌ケースとして使いますね。ロッドホルダー、竿立てがこちら、あと脇にもいくつかありまして、釣りをするのに取り回しがいいようにレイアウトされています。はい、ここにも計 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、この足元にもこれ竿ホルダーなんですけれども、裏側に竿を刺して、この中に入れて、はい、ここにホールドできるようになっています。なるほど。これってもしかしてドリンクホルダーと、ドリンクホルダーと一体式みたいな。そうですね、一体式ですね、はい、ここに缶を入れればドリンクホルダーになります。なるほど、便利ですね。足元の小さなスペースですが、釣りをやる時の餌入れですとか小物入れになります。後ろも釣りのことだけでなく、弾丸するためのシートがあるんですが、このシートはしまう形。畳み込んで、また倒す。あ、広くなった。スペースが広くなりますので、なるほど、釣りをやる人には、いいですね。使いやすいレイアウトになります。このイエティのクーラーボックス、はい、これもオプションでついてきます。おー、はい、
それからこのお隣はナイフケースです。あ、ナイフケースなんだ、はい、もう釣りをしてそこで捌くことを想定してナイフケースがついてます。いや、特殊な形だなと思って何なのかなと思ったら、そう、ナイスナイフのケース、ここに、うん、いかにもフロリダのフィッシングボート、はい、うんうんうん、浅瀬に出て行ってパッと釣りをして捌いて楽しむ、なるほど。はい、クリス・クラスコのカタリーナ27をご紹介しました。フィッシングボートでありながら、それ以上のものも求められる、一味も二味も違ったボートになってます。よろしくお願いします。